クラブの歴史、ザスパ草津群馬。ザスパ草津群馬は2005年から J リーグに加盟したクラブです。長く J リーグを見ている人からするとザスパ草津の名前も思い出すかもしれませんが、2012年に現在のチーム名に改称するまではザスパ草津として活動していました。そのため現在カタカナで表記されている草津はクラブの発祥の地である草津町のことであり、ザスパのスパは有名な草津温泉から来ているのです。エンブレムを見ると思いっきり温泉マークがついていますよね。そのザスパ草津群馬は J2 に加盟した当初は中位クラスの順位にいましたが、2011年に9位に入って以降は下位争いが定位置となってしまいます。その結果2017年には最下位となり J3 に降格することとなりました。 J3 では2年過ごして2020年シーズンからは J2 に戻ってきましたが、その後も順位はなかなか上がらずに苦戦を強いられてます。若手選手が育つ環境にはありますので、これからの飛躍に期待したいクラブの一つです。青ひげ。